こんにちは面影です、えー、前回から引き続いて、えー、今回もナゴルのカラバフの紹介です、えー、ここはね、えー、未承認国家ということなんですねその説明を前回ちょっとさせていただいたんですが、えー、今回はね、えー、前回ご紹介したその首都ステパンケルトから少し離れた場所まで来ていますでここはナゴルのカラバフ紛争があった時 激戦地とななった場所なんですねいまだにえたくさんの廃墟が残されているところとして有名なんですね。でその町の名前は修シと言います。では、この町を廃墟の町を歩いてみたいと思います。はいあのご覧いただいたら分かるようにね、ものすごい霧がかかってたんですね、僕が行った時あの ホラーゲームで「サイレントヒル」っていうのがありますけれどもねもうあんな雰囲気でね怖かったですよ正直っていうのもね人が本当に少ないんですねはいで寒かったです僕が行った時ね11月だったんですけれどもちょっと雪も降りましたね本来はあんまりこの時期には雪降らないと言ってましたけれどもすごい寒くてでしかもこんだけ霧が出ててで、街は廃墟なんでね ちょっとホラーテイストな動画になるかもしれませんけれどもちょっとお付き合いいただければなと思いますでまずですねちょっと知っておいていただきたいのはですねこの名頃のカラバフではですね我々旅行者はあの好きな場所に行き来することっていうのはできないんですねあの前回も説明したようにあ 旅行者っていうのはビザを取らなきゃいけないんだけれどもそのビザを取るときにです、ね、訪問する都市っていうのを事前に申告しなければいけないんですねで、いくつか候補地があるんだけれどもえ僕が行ったときではやはりあのアゼルバイジャンの国境に近いような場所っていうのはすべて却下されましたここは危ないから行かないでくれって言われてあの行け今、ね、行ける場所は近郊に限られていました。はい でその中でこのシュシっていうのは、えー、首都からステパンケルトから一番近いんですねでもねバスでね1時間もかからないんですよでもここはそのナゴルノカルバ紛争の時には、えー、もう,こう文字通り爆弾が降ってきてきた激戦地なんですねであのー、そういったね、えー、場所っていうのを歩いてきたんですけれども えー、今回、ちょっとどうなるかな、その廃墟は次回に回されるかもしれないですね、ちょっとね、結構長く滞在したんで、僕はステパン・ケルトには3日いたんだけれども、えー、そのうち2日間にはこの趣旨に通っているし、あの結構面白かった、やっぱりね、街歩きが好きな人にとっては、やっぱりこういう廃墟の街っていうのは、いいですよ。うん まあ不謹慎かもしれないけれどもやっぱり歩きがいはすごくある街で,でしかもねこういう霧がかかっていたんで,でなおかつねちょっと雰囲気がすごい出たんですねでなのでちょっとなるべく長く見ていただきたいなと思うのでもしかするとねその廃墟の映像っていうのは次回に持ち越せるかもしれませんで今ね僕が言っているのがこの習氏の一番大きな聖堂なんですね教会なんですけれども あの、ご覧のようにね、もうもやでね、幻想的なんですよ、ものすごく幻想的な、はい。ほんのね、10メートル、20メートル向こうが見えなくなるくらい、ものすごいもやがかかってましたね、ではちょっと教会の方までね、行ってみたいと思います。 ね、ちなみにねこの趣旨にもホテルがあるんですねでもね僕はあのここには泊まらなかったですっていうのも僕が行った時あの1泊はねこの趣旨でしようかなと思ってあの一応ね荷物をまとめて行ったんだけれどもその唯一のホテルっていうのが今日お湯出ませんって言われたんでもうそのまんまのステファン・ケルトに戻りましたでここがねその州旨一番の教会なんですよ これなんかちょっといいでしょ、雰囲気今ね、まだここはね街の中心なんで人通りがまだあるんで、あのー、あもういい雰囲気だなみたいに思えたんですけれどもね、ねここからあの街の廃墟の方入っていくとね、もう普通に僕、ビビりなんで怖かったですよ、本当にねサイレントヒルみたいなそんな感じでした。 やっぱね観光客とかっていうのがとにかく少ないんですね、えー、なのでね結構僕なんかも見るから,からにアルメニア人じゃないですからみんなね結構気さくに声かけてくれて「あのどうだここはどうだ」みたいなね「ナガルのカラバ好きか」とかよく聞かれますねこの教会もね雰囲気がありましたね ということでねあの、これが終始で一番大きな、まあ、象徴的なカテドラルだったんですけれども、やっぱりね、あ新しいんですね。紛争の後に建てられているんですね。で、あの、現在は、このナゴルノカラバフはね、空港が機能していないんですね。あの、ナゴルノカラバフ政府は、 あのちゃんと空港ありますよって言っているんですけれどもあの一切動稼働はしていないんですね。ということもあって物資とかを運ばれてくるのが、えー、アルメニア経由で陸路でしか来れません。で陸路って言っても首都,首都のエレバンからここまではかなり山道を通って6時間7時間かか,か,かるんであの特にやっぱりですね建築資材であったりそういったものっていうのは そんなに入ってこないんですね。ということもあって建物はね、みんなやっぱり結構古いんです。あとね、ものすごい古い車が走ってたりもしますね。まあ、その点でもやっぱりここはあの、まあ、陸の孤島に近いですね。っていうのもアルメニアからの道しか通ってないですから、もともとこの辺はね、山岳地帯っていうこともあってアクセスが。 え難しいところではあるんですけれども、えー、なおのことやはりあの物資っていうのが届かないような状況が今ですねなのでねあの、まあ、旧ソ連時代の建物とかっていうのがもちろん今もまだ残っているしあとはやっぱり何よりもその紛争でですね攻撃を受けて廃墟となったところもですね取り壊されずに そのまま残っているっていうこともあって、まあ、この収支っていうのはね、まあ、それなりに旅行者たちにも知られているんですね。 やっぱ、ね、あのステパン・ケルトも、まあ、一応、首都とね、辞任する割にはあの人が少ないなと感じたんですけれども、この州市っていうのはえ、もっと人が少ないですね。っていうのも、まだね、ここはちゃんと舗装されていて、まあ、中心なんですよ、えー、ステパン・ケルトから来るバスもこの辺りに止まるんで、だけれども、昼間でこの人の出なんですね。 ソ連時代の遺物であるこういう巨大な、ね、集合住宅が街、まあの中心にはこういくつか建っていて、まあね、そこもね、やっぱりね、ちゃんと整備されていなくてあの部屋によってはもうガラスが割れててでそれを、ね、ビニールや段ボールなんかで補修したりしている。 でまだ人が住んでいるような、ね、そういった場所も、ね、結構たくさんありました。 ほとんどね、あの町の住人まあもちろんねすれ違う人はいましたけれどもこの規模の町これだけ大きな集合住宅があってこれだけきれいに道路が舗装されていて至る所に、えー、建物がある町なのに人はねやっぱりそれと比べると圧倒的に少ないんですね。 ではもしかするとこの日は特別そのノームが出てたっていうこともあるしあの気温もねすごく低かったっていうこともあってみんなね屋内に退避していたのかもしれないけれども今ね左側でもご覧になったらわかるようにあの建物って言ってもねほとんど無人ですよというのもやはりここにはそもそも人が住んでいたんですよね ただ、それがまあ紛争ということが起きてここに住んでいたアゼルバイジャン人は当然難民という形で追われますしえアルメニア人もまたですねここにはたくさんの爆弾が降り注ぎましたのであのやっぱり住んでられなくなったとっいうこともあるんだと思いますね。結構ね新しい家でも人が住んでないところがあって。 たんでやっぱりあの人がどん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 離れていってるのではないかなと思いましたね。この幹線道路に近い場所ではね、こうやってあのちゃんとアスファルトの道が通って歩道も整備されているんですけれども、あの一本脇に入るともう全く舗装されていない。 完全な土道ですね、はい、かつてはきっとアスファルトが通っていたのかもしれないけれども今はもう完全に荒れ地になっているそういう場所がねたくさんありました。 この町、州っというのはですね、ナゴルノカラバフ紛争の際はあのーまあ、激戦地、紫外線が繰り広げられてですね、えー、アルメニア軍、そしてアゼルバイジャン軍双方に数百名の死者が、えー、出るほど激戦地、えー、だったんですね。では、まあ、当時はまだ、あ、ここはアゼルバイジャンが。 支配していたんですけれどもアルベニアはですねここに攻撃を加えることによってシュを占領するんですねでその趣旨の占領っていうものを足がかりにですね、えー、一気にですねそのナゴルノカラバフとアルベニアを続く一帯を支配して、えー、ナゴルノカラバフ全体の、まあ、主権獲得に至るんですねということもあって、まあ、ここが ある種ナ名ルとカラバフ紛争の、えーまあ、分水嶺となった町でもあるんですねこうやってね町の近い、町の中心部に近いところを歩いていると、えー、そこまで、えー、戦争の爪痕っていうのは、えー、分かりませんあの廃墟となっているなさびれているなという印象はあっても、えー、ここに爆弾が降り注いだ っていうようなことを想像するのは難しいんですけれども、えこういう道を一歩外れればですね、あの本当に家々が崩壊している姿は目の当たりにしますんで、うんなかなかね不思議な場所でしたね。 ちなみに、ね、今こう左側でずっと缶が伸びていますけれどこれ全部ガス缶ですね。 だんだんね奥に進みは進むほど景色が変わってきますよねあのー、だん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 さびれていって廃れていくんですねでこれをさらに突き進んでいくと、まあ、アスファルトの道は終わってですねさまざまな廃墟が立ち現れることになります、えー、ただねちょっとこの趣旨の紹介動画は長くなりそうなので 前編部分として今回はもうこの辺で終わることにしますただねあの次後編にはたんまり廃墟出てきますで廃墟の中も歩いてきました結構怖かったです <laughs>、えー、ですのでね是非、えー、次回も合わせて見ていただきたいなと思いますそれではまたお迎えでした